座る。パディオチャンネル、ママでーす。ジャンボ、パパディオです。終わりましたね。早速。撮影終わった。やっと全部終わった。新幕初張りということで、はい、ベントラックスのヘミスフィア350。はい。ベントラックスから初めて出たペンです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ベントラックス、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 全部ベントラックス、全部ベントラックスで揃えてみたい。揃えてみました。シューズが感じでブラックキャンパーやないか。あー、なんかでも最近あれですよね、ブラック終わってきてるんでしょ。いつ始まったのかも分からへん。なんか見てんけど、なんかそのカラーを取り入れてるみたいな。まあ、私ももうちょっと前に取り入れ始めてるんですよ。あ、もう卒業ですか、ブラックキャンプ。まあ、あの入学した覚えもないね。入学式したやん。ブラックキャンプに なったという入学もしてないんだけど、卒業もあれやねんか。久しぶりのね、小さな場所。いいキャンプ場やね。ほんま大好きなキャンプ場やね。一回しか来たことなくてな。以前パリティがもう来てやってるエリアに来てましたとか。でもやっぱパリティもわらよなってんな。そう、静かやもん。キャンプしやすくなりましたね、今。本当にね、嬉しいわ。キャンプらしいキャンプというか、やっぱ小さなもいいよな。いいね、ロケーションがめっちゃいい。奥琵琶湖の小さいバージョンみたいな。確かにそうやな。しかもあのサーフになったからどんな道でも。もう全く気にせんかった。まあ、あの新幕でね、楽しんでいきましょう。そうね、ちょっと緩くね。緩くキャンプもね、なかなかファミリーキャンプも行けてなかったから。確かに。楽しみにしましょうか。はい、今日は直火もするから。はい、それではパリティアオファミリーキャンプどうぞ。
some simulated liberation could ever set us free. We dressed ourselves in chains and still complain about the world we see, but we believe nothing gold.晩ご飯という名のつまみでも作ってきます。うん、ね、作ろう。夏の夜はめちゃくちゃ早いからな。長い思ってた、短かった。作っていこう。うん、作っていこう。行きましょうか。行きまよ。はい。ほんまにあのおつまみしかねえです。へえ。まあそんなもんや。やっていきましょうか。キャンプの夜なんてね、なかなかの手抜き具合やなこれ。もう夏のキャンプはそんなもんでしょう。そうっすよね。うん、マジで痛い目を負ったもんな。あんま気合い入れん方がいい、夏のキャンプは。しんどいから。鰹節はない。どうする？じゃあ、やっこさん3つあるけど。前座さえはしんどくない？しんどいな。なんか他に。前座はしんどいな。なんか他にできることないです。塩昆布あったらよかったんだけどな。塩昆布あったら最強やったな。ないやろで。ないです。ないかい。ごま油と、うん、きゅうりと。はい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 。鶏ガラスープ。一回じゃあそれやってみる。うん、うん、どうでしょうかね。これは絶対うまいですよ。これザサイ。あ、これね、絶対うまいやつやん。多すぎた。ちょっとほぼ盛り付けるだけのおつまみの数々が。豪華やな。素晴らしい。なんか曇ってる？うまいな。なあ。お疲れ様です。お疲れ様。なんか久々に焚き火したな。うん。ずっと暑かったもん。こんばんかった。でもやっぱり、あるとないで全然ちゃうな。うん。キャンプ感がね。
とあなたは食べれません。なんかつまみ遠いな。ちょっと待って。そのテーブル移動させようか。ああ、真ん中に。真ん中に。お、いいね。そのライトはやっぱテーブルにいるよね。ハータ君が。当ててくれたからな。揺らぎで当ててくれた。こういう意味ではあれじゃない。これもやっぱ買ってんじゃない。ね、これってさ、はい、光の調節できんの？え、できるで。タン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 。お、タン。そうそうそう、トントントン。トントン。タンタン、フルフル。タンタン、フルフル。できた。あ、できた。できた。うわぁ、すごいな。はい。危ない。おっそ。もうな、老いやからな。反応も遅れるんですよ。お湯が来とるな。いや、ジリジリ来てる。まジリジリ来てるやろ。これ前はなしでいく？あ、ほんまや。前はあってもうまいよ。うん、なしでもうまいけど。うん、前はいるな。うますぎるわ。なんこれ。うん。やめられんわ、キャンプ。なんてことないもんでも美味しく感じる。一瞬キャンプやめよう思ってたよ。夏が辛すぎて。辛すぎてな。このままキャンプせえへんちゃうかな。もう宅飲みでいいんじゃない。一番楽やない。うん。ああでもなんか久々にキャンプしてるって感じがするな。うん。なんか秋めいてきましたな。うん、もう9月やから暦では秋なんかな。うん、そろそろ栗の季節やな。しっかり味出てるやん。の、あ、たまんないですね。キャンプとは何ぞやっていうことです。キャンプとは何ぞすか。ママさんにとってキャンプとは何ぞすか教えてください。あー、なんやろな。もしかしてなかった系のキャンプとは。ママさんにとってキャンプとは何な。俺多分ね、あの気になってる人もおると思う。うん、ママさんにとってキャンプって言いたい。うん、何も考えんでいいってことがキャンプや。どういうこと。必要ないこれ、考える必要がないやん。どうなんですかね、視聴者の皆さんは。難しいこと共感できてますか。難しいこと考えんでいいやん。どうですか。もうあるがままでいいやん。仕事してたらもう常に考えとかなかね。キャンプはね、俺めっちゃ考えんな。前日からさ、あ、何を持っていくか、どうレイアウトするかとか、何食べるかとか。あ、何食べるか。だから常に考えてキャンプしてんな。だから何も考えてないってことはないね。だから全く、あ、なるほどねってならへん。全くなるほどねってならへんかったけど。逆やな。考えること多くない？それから俺普段の方がぼーっとしてるような気がするんだけど。逆やな、だから。うん。仕事では常に考えとかなあかんやん。普段何も考えてない。だからやと思う。考えたくないね、もう仕事終わったら。うん。
だからあの言うたらもう現実逃避の場やな、キャンプは。なるほどね。あ、それはでもなんかすごい一緒、全く一緒ほんまになんか非現実やんな、うん。だから家と仕事、家と会社の往復じゃもう絶対こんなことは味合われへんや、うん。そういう意味ではすごい現実逃避みたいなはもうすごいわかる、うんうん。現実逃避しに来てる感あんもん、めっちゃ、うん。その代わりでもこのキャンプが終わってからさ、月曜ってなった時めちゃくちゃあれじゃない、ズーンってならへん。なるよ。またか、また始まんのかってあの地獄がまた繰り返されるんかってならへん。地獄とまではいかんけどなどんだけ地獄やねん俺俺ですか、うん、もうやばいちょっと待って、ママさん。あれ？なんか聞こえるよな。なんか聞こえてくるで。また？結構デカめのミュージックが聞こえてきた。前と同じ場所から聞こえてこないけど。ジュース飛んでくるわ。うん。まあいいミュージックにね、耳を傾けながら焚き火と料理楽しみましょうよ。いいミュージックやったんやけど。パリピョンで。パリピョンって。将来のパリピョン。一番のパリピやん。すごいな。はい、撤収完了完了してからのソファー。そうは、これがやりたかったな。やりたかったや、これが。どう座り心地？めっちゃいい。これどこの？これボーンフラッグ。ボーンフラッグ、韓国？韓国です。これはシングルやけど、うん、ダブルのもある。ダブルの方がいいな。気になるな。そうやな。まあ、ダブルの方、よかったら、買ってください。え？あ、俺？あ、俺が買うの？いくら？ちなみに。これ、なんてよ。まあ、韓国で買ったら、そりゃ安いんだけど、うん、日本で買うと4万ちょっと。あ、シングルは？ダブルは倍になる。うん、ダブルでも4万8000円だ。全然、え？値段の差がおかしいな。いや、ちゃんと見るけど、なんか一回
を見た時48万ウォンとかやったから、あ、でも日本円にしたら5万ぐらいになるかも、5万超えるかも。買っちゃいましょう。いけるか、いけるか。いや、でもこれええわ、それ欲しい。この前そのがええね、めっちゃええやそれ。あ、次それでソロキャンプしよう。え、何やん、何やん、使わせてよ。はい、じゃあ小さな森キャンプ場で、まあ、夏の終わりを感じましたね。秋を感じましたね。秋感じれた、はい、あのもうちょっとで風邪ひくとこでした。めっちゃ寒かったな。危なかった。タンクトップで出てたもん。この時期寒暖差激しいから、やっぱり長袖一枚持ってった方がいいね。よかったです。はい、今回の動画は、これで終わりたいと思いましょう。終わりたいと思いましょう。どういうあれ思いましょうね。終わりたいと思いましょう。思ってください、皆さん。思いましょうね、はい。はい。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方、よろしくお願いします。マイティアオチャンネル、ママでした。はい、パパさんも後ろにパパディアオです。バーイ、ゼギュー。